ここが一番人気の場所です。ここがいいですね。はい。フリースペースですね。なんかそこの景色も見えますし、カメラも閉めちゃえば、はい、プライベートな空間になりますし、ちょっと開けてみます。外から見たときにデザインに統一性ができるように、これは引き違い窓で開けられるようになってるんですけど、もう上はフィックスなんですよ。はいはい、そうですね、はい、同じような窓が入っているように、はい、なんか開けるように大きな窓に格子を入れてるわけではなくて、ここで差しを分けてて、ここは普通の引き違い、そうです、はい、で、上はフィックス、はい、なるほど、はい、これはいいですね。使ってください。はい、ここも同じような感じ。そうですね、同じようになってます。でも確かに上開ける必要ないですもん。そうなんですよ。なんで、まあ、見え方として、うん、まあ、ちょっとしたことのこだわりですね、うん。これは私も大好きな場所ですね、うん。なので今ですと、まあ、このフリースペースを使って例えばリモートワーク、はい、したら必要ですね、はい、でやっぱり中にはご来場されたお客様もここいいですね、この白色の壁にプロジェクターで映して映画見たりとか、はい、あーやりたいです。やりたいなんかお客様もここであげてもそうなんか楽しんでもらえそうですよね。本当にここから見る景色がすごい好きだ、私も。いいですね、本当にこの高い位置から中も見れるし、景色も見れるし、どんな感じし、はい、もう最高です。では続いてこちらですね。こちらがもう2階の個室の方になります。はい、お願いします。来ました。どこから入りましょうか。どこから行きたいですか。こっちからで、はい、ここは写真ですね。だいたいここで8畳ほど、嘘つきました、6畳です。6畳プラス、はい、ファミリークロークを、うん、ちょっとすみません、会社の私物があるんですけども、はい、どうぞ。奥様用ご主人になって、はい、共有の、はい、このお店で、ここはあの例えばお布団だったりとか季節のものをオープンに置けるように、はい、お尻の中の一つとして使ってもらえるように、はい、中段と枕物がついてます。なるほど、いいですね。これここに引き出しとか置けちゃう。あ、そうですね、はい、十分いいですね。なのでこのファミリークローク、クローゼットも本当にお客様によって使い方が全然違いますので、うん、やっぱりどういったものをしまいたいかっていうのを、うん、あのヒアリングして、はいはい、あの私たちはそれぞれのお客様にご提案してますね、うん、はい、はい、ちょっとまた、はい、いいですか。で、やはり皆さん、あの家族でいる時間を大切にしたいという方が最近すごく多いので、はい、なるべくも教室は必要最低限の部屋があればいいよって言って、寝室は6畳だったりとか、とりあえずだけで7畳はいいよって言われることがありますけど、まあ、6畳あればベッドも、ね、ダブルベッドもいるし、十分な広さですね、あとは。でも普段過ごすのはこちらの下の部屋ですね。はい、あ、そうですね、その方が家族の会話もいいですよね。そうですね、はい、次こちらの部屋、はい、はい、あ、ちょっと思ったんですけど、大谷さんって、はい、あの建具の扉の色って結構よく白が多いなっていう、うん、そうですね、壁紙がベースが白、ホワイトになってきますので、あの建具もすっきりシンプルにまとめたいっていうのがありますので、我々は基本的には白の扉を提案してます。はいはい、確かに、全部もう壁的に見られると、はい、間に色がないので、うん、小さい空間でも圧迫感って感じないなと思いました。さすがです、そこです。体感していただけてよかったです。はい、あと例えば子供室とか入ってもらって、子供室とかリビングとかっていろんな色が入ってくるじゃないですか。あ、はい、そこにペグの色が入ってくると結構ぐちゃぐちゃしちゃう感じがあるので、はい、ここ子供室ですね。はい、そうです。かわいいですね。ちょっとこう女の子が住むことをイメージして、うん、女の子仕様に、はい、高さがなんか変わった高さですね。
そうですね、実はこれ屋根の高さがそのまま来てるんですよ。あ、なるほど。外観の見え方に非常にこだわりましたので、はいはい、もう子供室の屋根はちょっとこう屋根裏っぽく仕上げちゃおうっていうので斜めに来てますね。なるほど。あ、はい、でもなんか子供室だからこそあえてこの高さで十分というか、はい、なんか逆に子供らしさが出る感じがなんか面白いと思います。こうこの高さを利用して例えばこう、はいね、収納スペースにかけれたりとか、あとはデスクですよね。これすごいいいなと思いました。ちょうどなんかぴったりな感じで、そう、ね、嬉しい。はい、そうなんですよ。いいですね。これはね、作ってみて反対側もやろうかって話もしてたんですけど、こちらそうですね。こちら側はあの作り方によってはここにベッドを置いてもいいよねっていう。あ、はいはいはい。そうですね。なのでそうすると天井の高さ、その低さが全然気にならない。はいはいはい。で、もうこの実はですね、この柱っていうか梁っていうのはもう構造上必ず必要なものだったので、うん、ゆくゆくは間仕切ります。あ、そうですね。扉が高くなって、ここで子供部屋に入ってみては分けることができる。そうですね。この上も閉じるんですか？閉じる、閉じてもいいですし、オープンにしてもいいかなと思うし、今ここにブランコとかね。あいいですよね、これハイジのブランドみたいなね。そうそうそう、ハンモックとか本当にちょっとこう遊び心、はいはいはい、全体必要な針なんですけど、あえてこれを楽しむっていう方法もありますよね。いいですね。部屋に遊具があるっていいもう自慢したくなる部屋だから。そうですね、遊びがいがあります。で、ここは間仕切っちゃうと、はい、ちょっとこちらの部屋に来てもらっていいですか？壁ができちゃうと、はい、もうこの部屋ってこの窓しかないんですよ。あ、そうですね。ここしかないです。ちょっとかわいそうですよね、はい、なので私たちここにトップライト、天窓を入れました。で、これは窓も開きます。ちょっと時間かかるんですけど、今、あ、動いてます。ここちょっと開いてきました。はい、風の抜けもしっかりできますので、はい、そうですね、換気はちゃんとここでやれるってことですね。はい、ここはなんかスクリーンが入ってますね。はい、なので窓も開けれますし、スクリーンやカーテンも下げることもできます。これは一体型なんですか？一体型です。へー。ただもう本当にこうなんていうんですかね、広い子供室を作るんじゃなくて、将来間仕切った時にちゃんと部屋として成立するように私たちは考えて、その計画してます。天井が斜めなのもちょっとこう、遊び心があって。そうですね。最後の、はい、扉こちらですね。はい、入れます。あ、こちらがトイレですね。そうですね、お手洗いの。もう2階は白ですっきりシンプルにまとめてますね。はい、床は洗面室と同じですか？はい、フロアタイルが入ってあります。あ、ちょっとここあまり見ないサッシなんですけど、これは換気扇付きのサッシになってます、はい、これ一体型になるメリットって何かあるんですか？一体型になることによって、要は外壁に穴を開けるっていうのがなくなりますね。やっぱりこう見栄えによって、例えば道路側に窓がき、あ、トイレが来たりとか、はいはい、あとはその正面にトイレが来た時に、どうしてもこの換気扇のフードっていうのが目立つことがあるので、はい、まあ、ちょっと今回試しに、まあ、サッシと一体型になってる換気扇を入れてみようかっていうので入れてみたんですけど、いいかもしれない。ちょっとうちでも検討してみます、はい、ぜひおすすめです。私もちょっとお客様に提案していこうかな。あ、ここ収納ですね。はい、そうです。ちょっと開けてみます。あ、棚がたくさんありますね。はい、なんかちょっと2階は収納が少なめではあるので、はい、トイレに収納を充実させようっていうので、うんうん、上に取ってますね。いいですね。掃除用具も入れて、うん、トイレットペーパーストックも入れてっていう感じで、はいはい、あ、十分です、うん、いいですね。で、壁面に埋まってるので、全然動線邪魔しないそうですね、うん。
秀さん、四日市モデルはいかがでしたか？はい、最初の外観がまずすごくかっこいいなって思いまして、これがまた中に入ると限定があったりとか、細かいところのデザインすごく、完成度をやっぱり意識されてるのがとてもいいなと思ったので、この建物を沖縄の人にもやっぱり見てもらいたいなと思いました。いや嬉しいです。いいですね。今日又吉さんが、午前中当社の、中川区のモデルハウスを見ていただいたと思うんですけど、実際この中川区のモデルハウスと四日市のモデルハウスでは、条件が一緒というか入ってるご要望が一緒なんですね。ロフトというかスティックフロア、そうですと、ガレージね、とあとは吹き抜け、あ、はいはい、そうですね、はい、全然タイプ違うんですかね。そうですね。はい、はい、これが注文住宅の面白さというか、ご要望が一緒でも、やっぱり使う材料だったりものによって、空間の作り方によって、もう本当に全然違ったお家が作れるというか、出来上がってくるので、私たち大鳥建築が大切にしているのは、このお客様らしさ、欲しいもの、欲しい空間が一緒でも、本当にお客様一人一組一組によって作るお家が違うっていうのを、毎回楽しんでいただけてますね。そうですね、確かに本当になんか住む方の雰囲気っていうのは全然違う印象だなっていう気はしたので、勝手なんですけど、モデルハウスなんですけど、こういうお客様が住むんだろうなっていうのが全然違うお客様像がちょっと浮かんだので、そういうことなのかなと思います。いかがでしたでしょうか？楽しみながらご覧いただけましたでしょうか？もしこの動画に興味を持っていただけた方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。以上で本日の動画は終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。今あれはしごを絶対溶かした方がいい。全部やりました。